西村昌司11月30日から1944年10月25日は日本の海軍軍人。海兵39期。最終階級は海軍中将。秋田県出身。旧西秋田中学校から旧西横手中学校を経て海軍兵学校入校。兵学校卒業席時は21番148メート 上位であったが、進級は遅れがちであった。西村は、水雷畑の提督であり敵を発見する、水平線上の見張りが得意だった。見張りの神様の異名があり、コンテストで優勝した兵士たちと勝負しても一度も、負けなかったという。太平洋戦争の開戦を第四、水雷戦隊司令官として迎え、南方作戦に伴う人島作戦に従事する。続いて、 日本軍が発動したライン作戦では、ボルネオ島バリクパパンを攻略中に、夜間突入してきた連合軍水雷戦隊により、4水戦が護衛していた輸送船を4隻撃沈される被害を受けた。ミッドウェイ海戦後は、最上型重巡洋艦で編成された第7、戦隊司令官となる。西村は、第二次ソロモン海戦、南太平洋海戦、第三次ソロモン海戦、 ニュージョージア島の戦い、ラバウル空襲など、常に最前線でアメリカ軍と交戦した。1944年8月下旬、有馬・マ・カオル少将は内地に帰島、軍令部及び人事局より、第二戦隊司令官の内示を受ける。第二戦隊は不装型戦艦に移により、新編され、第五艦隊に編入予定であった。ところが、連合艦隊は、 有馬少将を南西方面艦隊参謀長にする意向であったという。軍令部と連合艦隊が対立した結果、有馬少将は第31根拠地帯司令官に捕食。艦隊司令長官級の西村中将が9月10日府で第2戦隊司令官となった。有馬少将は、同中将は、島中将と同期であり会場の経験は数頭。 上であり今更第二戦隊司令官でもなかったろうが何も運命である。これであまりは二度目の生命の代わりとなっていただいたので、あるがこの日の西村中将の風貌が忘れられない。と回想している。第二戦隊は編成とともに第二艦隊に編入された。大本運営海軍部は第二戦隊に戦艦長戸を編入する予定であり、9月4日に 昭和天皇へ上奏していた。だが、第二艦隊は、長門の第二戦隊編入発議の自由により当分、延期シーマ、選挙区一段落の機会に実施のことに取り計らい、ラハレドと意見愚信し、長門は従来通り、第一戦隊として行動した。9月23日、第二戦隊は、第17駆逐隊に護衛されて、クレオ、出撃、10月4日、 リンガ博地に到着した。10月中旬の早い一号作戦において、西村は第一遊撃部隊第三部隊指揮官として、戦艦山城に座上、第三部隊を率いて参戦する。10月25日深夜、西村部隊は単独で、すり顔海峡に突入したが、待ち受けたアメリカ軍に、定時戦法で迎え撃たれた。魚雷トレーダー射撃による波状攻撃、 さらに翌朝の追撃により、西村部隊は、駆逐艦しぐれを除いて全滅した。西村も、機関山城と運命を共にした。機動部隊指揮官に当てた最後の発信は、我、霊ワ湾に向け突撃、玉砕巣であった。去年56、後続の第五艦隊司令長官、島清秀中将が率いる第二遊撃部隊も撤退を余儀なくされ、 バリックパパン沖海戦での指揮と相まってアメリカからは辛辣な評価を受けることになった。ただし日本側では西村に好意的な評価があり、特に小沢寺三郎中将は西村についてレーテで本当に真剣に戦ったのは西村だけだった。西村は指針のない自由権備の指揮官であるとも語っている。山城主長として西村と共に戦った江崎久は、 大本営が西村部隊に与えた命令と使命は玉砕であり、西村司令官はその意図に沿って行動したと述べた。そして日本海軍が米海軍に負けたのであって西村司令官の責任ではない。当時の状況下においては日本海軍のどの指揮官を持ってきても西村司令官以上の友好指揮はできなかった天下の大勢から奪還して、 西村司令官の指揮は最善であり、今でも西村司令官や山城官庁を尊敬していると回想している。靖国会理事、英霊に応える会員で政治運動家の西村周平の大王子でもある。ありがとうございます。